どうも誰もです。今日もぼちぼちおっさんの日常 Vlog 撮っていこうと思います。いや今日はねちょっと一瞬外に出て庭の片付けなどをちょっとしたんですけど、もう蒸し暑くてダメです。ちょっとやっただけでも汗が止まりません。ということで今日は外に出るのはやばいと思ったので家の中でちょっと家の仕事したいと思います。まあ家の仕事といっても仕事ではないのですが、ちょっと夜ご飯用に今日ちょっとスパゲティにしようかなとか思ってバジルを取ってきました。これでバジルソースを作りたいと思います。庭で採れたキュウリなどを使ってちょっと漬物などを作ってみようかなとか思って台所にやってまいりました。まあ味は、うまくできるか分かりませんが、何事もチャレンジです。ああ放送で流れてますね。熱中症に注意してくださいって放送が流れております。いや今日はちょっと暑いんですね、やっぱり。そしてこのバジルソースってどうやって作るんでしたっけ。なんか確かニンニクとオリーブオイルと塩と胡椒とかなんかその辺じゃなかったでしたっけ。ここはネットで調べず勘を頼りにやっていきたいと思います。ニンニクのみじん切りを入れて、とりあえずバジルとニンニク入れたので、こちらの微妙に賞味期限が切れたオリーブオイルを入れていきたいと思います。まずは少々、あ、それと胡椒、しかし片手じゃできないので胡椒を入れました。それから塩を少々、これは後で調整できると思うので、まあちょっといいと思います。そしてあとはすりつぶして、あと多分一味後から入れようと思います。とりあえずバジルソース完成。あとはスパゲティを炒めるときに味見をしたいと思います。夜ご飯まで冷蔵庫で保存。そしてお次はこちら、庭で採れたちょっと形が悪いですが味は美味しいきゅうりを使って、こちらのぬか美人を使って簡単ぬか漬け作っていきたいと思います。ではこちら切ってってビニール袋に入れて揉みます。きゅうりはこんな感じで適当にざく切りいたしました。これをビニール袋に入れて揉んでいきたいと思います。ちょっと塩もみとか忘れてしまいましたが、まあいいでしょう。はい、ビニール袋に入れたのでこちらのぬか美人入れたいと思います。ロロロロロ、これでそして揉んでいくだけ。まんべんなく粉が行き渡るように揉みました。で冷蔵庫に入れておきたいと思います。なんか奥様が一人用のラーメンを買ってきたので食えということなので、こちらを今日はお昼として食べたいと思います。一人用の生ラーメンらしいです。てかなんかほぼほぼこれインスタントラーメンじゃん。生だけど作り方はインスタントラーメンですね。とし下お湯に麺を入れて、そこにスープ入れて終了みたいですね。こぼしは不要って書いてあるから、美味しいのかな、わかりませんが、ちょっと作ってみたいと思います。とりあえず鍋に水を張りましたが、その前にネギを切っていこうと思います。またまたスープはアレンジ中、ちょっと鶏ガラスープと日本酒入れました。こちらの自家製ニンニク醤油もちょっと入れたいと思います。内容物はこんな感じ、麺と液体スープと調味油。麺自体はなんかちょっと乾燥麺に近いような気もするんですけどね。生麺と乾燥麺の間ぐらい、結構硬いです。そしてお湯も沸騰したので麺を入れていきます。茹で時間は2分から2分30秒らしいです。
もう良さそうなのでスープ入れたいと思います。チャーシューを入れました。まるちゃん、昔ながらの中華そば醤油味完成です。さあ、これで美味しくできたのでしょうか。食べてみたいと思います。なんか見た目はすごく美味しそうです。湯気もいい感じに出ております。ではいただきます。いや、これは結構美味しいかもしれない。チャーシューもいい感じですね。こうラーメンは美味しいんですけど、この鍋の見た目がね、あんまりよろしくないので、直火鍋、瀬戸物っぽいやつを買ってもらおうかな。あと鍋でもいいけど、ラーメン用の直火鍋を買ってもらおう。ごちそうさまでした。今日もお昼食べ過ぎですね。漬物、使ってるんだけど微妙ですね。バジルスパゲッティ作っていきます。とりあえずハバネロ、オリーブオイルで温めて、炒めて、今日の夜ご飯はバジルスパゲッティと簡単ぬか漬けとゴーヤチャンプル。では夜ご飯いただきます。とりあえずバジルスパゲッティの味を見てみたいと思います。本当はベーコンを入れる予定だったんですけどね、切るの忘れてしまいました。味と辛さはちょうどいいのですが、ちょっと塩分が少ないかもしれません。でもうっすらと味がするので大丈夫。普通のゴーヤはね、ちょっと自分食べられないんですけど、この家で育ったこのゴーヤ、なんか苦くないんですよね。なのでこのゴーヤは食べられます。種類が違うのかもしれませんが、そんな苦くないんですよね。うまいという感じで今日の夜ご飯食べていきたいと思います。はい、ご飯も食べ終わりました。そしてね、なんかまあこれといってこの後もやることは別にありません。やっぱね、こうやってとりあえず毎日取り続けることが大事なのかなとか、やっぱり再確認しております。という感じで、今日も何気ないおっさんの日常でしたが、この辺で今日の Vlog は終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。